世ケ向け島王のピラミッド。世ケ向けとは、エジプト第三王朝のファラオ。在位は、紀元前2649年から、紀元前2643年。ホルス名の世ケ向け島とは、強靭な体という意味を持つ。世ケ向けとは、長らくその存在が確認されていない存在だった。1951年、サッカラにおいて、エジプトの考古学者、 ザカリアゴネームが未完成状態の階段ピラミッドを発見し、調査の結果、その存在が明らかにされた。その階段ピラミッドは完成していれば、土台から7層70メートルの高さの規模となり、それはジェセル王のピラミッドを8メートル上回る高さに達すると推察された。また、ピラミッドには未洞窟の縦穴が存在し、1954年3月の 再調査によって21個の黄金製の腕輪や貝を、かたどった金細工などが発掘されている。さらにその瓦礫の奥には、原質があり、一枚岩を加工して作られた、スライド式の棺が発見された。棺及び通路において、洞窟の形跡はなく、ファラオの意外の発見が期待されたが、同年4月に開封したところ棺の内部は、全くの空であった。 その原質が未完成であったことからも、王が実際に眠る原質は別の位置にあると考えられている。ありがとうございます。